はい、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、えー、前々回やったジャズ年表の、えー、これのちょっと細かいところ、この禁酒法時代についてのお話をしたいなと思っています。まずはですね、えーまあ、ジャズとか、 おさのばとかサンバとかラテンとかそういった黒人がルーツに入っている音楽っていうのは基本的には1800年代頃盛んに行われた三角貿易ってやつなんですねええー、まあええー、一応イギリスにしましたが、えー、もちろんこの時はポル,ポルトガルとかスペインとか、えー、この辺、えー、ものすごく植民地大航海時代っていうのがあって、えー、とにかくこう大きな船で帆船でですねえっ、ー、とあちこち えー、いろんな国にこう。いや、も、ともとインドコールを探していて。で、インドコールを、こっち側のこのシルクロードとかを使ってこっちに行くよりは、えー、じゃあこう、このアフリカ大陸をぐって横切こうぐるっと回ってインドに行くよりは、結局コロンブスが1 0 0 1492年見つけた、えー、コロンブスっていうことでですね、こっち側に、ぐるっと丸いんだと大回りしていけば、 インドにたどり着くんじゃないかなと。で、結局はアメリカにたどり着くんですけど、彼は知らない、知らないまま、そのまま、そこ、インドだと思って、だから、インディ、現地のインディアンっていう話をするわけだし、えー、っと、まあ、その後、どうも、ここは、本当のインドじゃないっていうので、えー、西インドと東インドと、本当のインドは東インドっていうふうに名付けられてですね、まあ、困ったもんですけどね、アメリカなんですけど、まあ、それは置いといたとして、えー、こういう、えー、 大航海時代に、このヨーロッパ各地の方でですね、鉄砲とかガラス製品とか、そういった、えー、ものを持ってですね、えー、アフリカに行くわけですね。で、アフリカに行って、ま、黒い肌の下、人間に似た動物がいるということで、それを捕獲して、で、ニューオーリンズに降ろすと。で、ここには何があったかというと、ンカプランテーションですね。サマータイムでも、えー フィッシャージャンピングコ、えートンイ d c ハ t なで、漁業プラン、漁業のためと、メンカープランテーションのために彼らは連れて来られるわけですね。で、ここで買った綿を持って帰るわけですね。そうすると、こう、この三角形ができるので三角貿易というんですが、これをじゅんぐりじゅんぐりやってると、もう一緒遊んで暮らせるお金が手に入るという。それぐらい、まあ、素晴らしい。この当時はですね。 ラしいとされてたんですが、おかげでここに黒人がたくさん流れてくることによって、えー、まあ、現地の音楽と結びついて、新たな音楽ができていく。ここ、ニューオリンズでは、ブルースとかジャズができていくわけですね。で、カリブ海諸国の方では、ラテンとか、あと、ブラジルの方では、オサノバとかサンバっていったものができていくわけですね。で、 まあ、こニューオリンズっていう町はですね、ミシシッピー川の一番下っ側の方にあるわけなんですが、えー、ここですね、水揚げ場所って言われてですね、えー、まあさ、お魚さんみたいにこう、より分けられてですね、えー、まあ、売り買いされていくわけなんですが、えー、ここで、ジャズっていうのができていった上で、大事なのが、1920年から1933年の、こう、13年間の間に、 施行されてたこの禁酒法ってやつですね。お酒を飲んではいけないのではなくて、売ってはいけない、作ってはいけないという。だから、こう、酒場っていうのが基本ないはずなんですが、アメリカには、えー、この土地、三つの都市で大手を振ってお酒を売れる場所があったわけですね。要は、警察が抑えきれない団体がいる場所なんですよ。 えー、シカゴにはアルカポネという有名なマフィアがいたわけですね。彼はもうジャ大のジャズマフィア、マニアなんで、えー、もうジャズクラブをもうどんどん推奨していって。要は、酒場っていうのは、やっぱり音楽が必要なんですよね。で、この当時流行ってた最新の音楽っていうのがこのジャズっていうことで、で、まあ、これを起用していくわけですね。で、シカゴは、まあ、えー、 有名なのは、まあ、あのニューオーリンズ出身のルイ・アームストロングがシカゴで有名になっていくわけなんですよ。で、えー、もう1箇所、えーまあ、これはニューヨークです。ニューヨークはたくさんのマフィアがいるんですが、これはもともとシカゴの、えー、マフィアです。オーニー・マドゥーンという人ですね、えーまの。なぜこの人を特筆したかというと、コットンクラブというお店が彼が経営していたわけですね。映画でもリチャード・ギアが。 え、主演のコットンクラブっていうのがありましたが、えー、そこにはもうデューク・エリントン・ソックリンさんが出てきたりとか、キャブ・キャロウエス・ソックリンさんが出てきたりとか、もう本当にその当時のですね、リチャード・ギアが主演で、しかもニコラス・ケイジが弟役ですからね、えー、もうすごい配役で、えー、素晴らしい映画だった、面白かったと思うんですが、えー、この当時の金賞時代の雰囲気で、その、なんていうんですかね、こうマフィアが、この主役の えー、リチャード・ギアはマフィアに、こう、手買いにされてるこうミュージシャンなわけですね。だまあ、遅婚期とかそういったものもあるけど、まだそんな普及してるわけではないから、だからまあ、こう、えー、ミュージシャン連れてってですね、で、こう演奏させて、俺のミュージシャンすげえだろ、みたいな。要はまあ、お金持ちのたしなみみたいな。俺は文化的なこともちゃんと分かってんのぜ、みたいな。そういったことですね。えー、ルイ14世時代とか、えー、あの時代の時とかも、 えー、そういうお抱えのミュージシャンがいて、こう、どっかに行くと、こう、バイオリンを持って、こう、後ろついて回って音楽をこう、奏でていくっていうような、そういうシーンの映画がありましたが、まあ、この時の貴族のそういうこう、まあ、足しなみだったんでしょうね。で、そういう、えー、雇われたリチャードギアが、まあ、こう、 いろいろこう、ヤクザの構想に巻き込まれていく、マフィアの構想に巻き込まれていくお話なんですが、ここも要は取締まりができないので、酒場がどん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 増えていくわけですね。ニューヨークには、オーニーマドンっていう人の、えー、このコットンクラブには、えー、音楽監督としてデューク・エリントが4年の満期勤めていますから、4年間彼はここで演奏をしていくわけですね。で、これが、あの、世界中の、えー、FM に流れて、 っなので知識人は結構この時代、デューク・エリントンのことをよく知ってるわけですね。デューク・エリントンは、この後、えー、エリザベス女王様に、え発、ー、見させていただいて、あまりにも感動して、そのために、こう、女王組曲っていうアルバムを作るんですが、まあ、このエピソードはまたお話をしたいと思うんですが、こういう、もうすでにそういう下地が1920年代頃にはもうできていくというお話なんですね。で、もう一箇所。 ここはカンザスシティですね。カンザスシティは、えー、トム・ペンタガストという、これは政治家なんですね。政治家はもう警察より上の団体ですから、警察が取り締まれるわけがないので、えー、まあ、彼がいた町にはもうここ朝浅川が何倍にも膨れ上がっていったというふうに言われてるんですが、ここの、えー、有名なのがカウントベーシーですね。あの、ダンタカダンタン、トゥントゥンっていうフレーズは、これは、 カンザステシのカウントベーシーが作ったフレーズなんですね。えー、カウントベーシーは、まあ、有名なところで言うと、ひとし松本の滑らない話のオープニングはカウントベーシーのディナーウィズフレンドというね、みんなで一緒に食事をしようっていう、すごくいい選曲だと思うんですね。すごくジャズなことがわかってる人が選曲してると思うんですが、えー、そのカウントベーシーの曲が使われています、えー。彼はあの、ディズニーランドで初めて、 ジャズのビッグバンドやったりとか、そういったことで、こう、ジャズを普及するのに貢献しているミュージシャンであったりします。えというわけでですね、禁酒法時代にこういう、まあ、黒人、これはもう全部黒人なので、え黒人がこういうえ、この、要は3点集中でいい、こう、仕事場があるわけじゃないですか。で、お酒があって、 で、そこでこうダンスさせて、喉乾かせて、お客さんに飲ませていくっていう、こういう状況で、で、いいバンドがいると、いいミュージシャンがいると、そこにどん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 人が集まってきて、いいミュージシャンがどんどんこう、触発されて良くなっていくっていう、ここでもジャズがすごく温まっていくわけですね。この13年間っていうのはジャズがこう、こんだけこう成長していくためにすごい大事だった時代だと僕は思っています。というわけでですね、こう、まあ、あの、 この後、白人が結局その真似をして、ベニー・グッドマンバンド、ク、えー、レーミラーバンド、トミー・ド・シーバンドみたいなのが、白人がやり始めて、爆発的に有名になっていくわけですね。特に1938年、えー、カーネギー・ホールで、えー、ベニー・グッドマンが演奏したことによって、もう世界中にそれが浸透して、だから、シング・シング・シングというのは世界中のみんなが知ってるんですね。なので、 こうスイング時代の音楽っていうのはここで爆発的にこう有名になっていくのでただ実際僕らがやってるジャズっていうのはスイング時代のジャズもやるんですけどどちらかというとモダンジャズをやるのでこうスタイルがまだいだいぶ違うっていうところですねただこの下地は黒人がこう作り上げたのが1920年代の禁酒法時代に土台ができたっていうことがえ今回お伝えしたかったことでございます以上、えー これが役に立ったなと思う方は、いいのをボタンを押していただいて、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。えー、あと、えー、こういったお話をやるのに、えーと、メールマガジンが詳細欄に書いてありますので、えー、そちらの方で、えー、登録していただけたら、まあ、こういった気づきなど、そういった、こう、 ア知識みたいなことを毎日毎日、えー、メールで配信しております、えー。お好きな記事だけ読んでいただければいいかなと思いますので、ぜひご登録ください。では、今日も最後までご視聴ありがとうございました。